このあと2時間後ぐらいからレッスンなので、オムライスカレーを食べていきたいと思います。本当にごめんなさい、ダイエットしてるとか言ったのに。辛っ、え待って辛すぎん、え辛っ、めっちゃ辛いんだけど、こういうのってさ、別に辛くないやつじゃない？めっちゃ辛い、待って、めっちゃ辛い。まあいいか、さすがに食べたい。めっちゃ辛いカレー。辛い。びっくりした。辛すぎ。辛すぎ。え、辛すぎ。え、待って、辛すぎ。え、辛すぎ。え、辛すぎる。え、辛すぎる。待って。でもお腹すいた。辛い。福神漬けご飯。ご飯も辛い。ん？ご飯も辛いのかな。商品名わかんない。極上のお弁当。うん、どっちも辛い。なんか胡椒みたいなの入ってる。うん、いや、福神漬けだけ食べよう。え、でももったいない。
水っていうかマッチはあるんですけど、朝の飲み残しマッチ。コンビニ行くのめんどくさい。美味しいとか分かんない、もう辛い。オムライスめっちゃ喜んだのに、なんでカレーかけちゃったの？うわ、やらかした。やらかしてるわ。書きたいのに書けない。紙ごと持って帰ろう。辛い。マレーシアのお土産が、そう、自分用の8個あるよって言ってたやつのもう1個。え、本当に辛い。食べた。もうこれでお腹いっぱいにして。いいよ。なんか頭おかしくなりそう今。めっちゃ辛いもの食べて、味の濃い福神漬け食べて、頭おかしくなりそう。で、今から甘いこれ食べるんでしょ。え、もうなんかバカみたい。美味しそう。美味しい。
これはビスケット、何も味しないビスケットにロータス味のなんかチョコレートみたいなのをつけてます。一人だから二度漬け OK。 で、パソコンカタカタ仕事をしなければいけないんですけど、パソコン持ってくるのが重いので iPad とキーボードでやります。これやらなきゃ、やばいです。自分がね、悲しい気持ちになるっていうあれなんで、これ3日ぐらいに分けて食べたい。もともとおかきそんなに食べないタイプだからさ、待って、できない。インターネットつながってるよね。え、うちこれできなかったら今日オールなんだけどこれできなかったらうち今日オールなんだけど、嘘でしょ。え、だったらパソコン持ってきたんだけど、え、ちょっと待って、マジ本当に言ってる？オールはちょっと持ったけど、どれ？
ールで送った自分にこれをエクセルで開いてコピー、あ、できた。コピーを保存する。コピー保存して、あ、できました。多分30分ほどこれを頑張ります。これどうやって日本語にするんだっけ。わあ、久しぶりにこのこれ使ったから忘れたな。どうやって日本語にするんだっけ、これ。英語で出てきちゃうとき。忘れた。どうやるんだっけな。なんか言ってたよね。めっちゃ久しぶりに使うこれ。検索じゃない、違う違う。もうわかんない。違う。何、タスクバーって分かんない。タスクバーって言われても分かんない。どうやるんだっけ、マジで本当に忘れちゃったな。昔使ってたんだけど。このままだと英語で表記されちゃう。下に出てこない。え、これパソコンじゃないもん。持ち運び、キーボード、ひらがな。ひらがな、カタカナ、ローマ字みたいなやつがないんだよね。
画面の右下にそんなのないです。これのさ、コントロールキーを押してもらう。あ、来た。コントロールキーを押したままスペースでした。いけました。すいません。だから私が聞いたらそうやって答えてください。コントロールキーを押したままスペースだよ。違う。あ、やばい、ツイッター上げてない。レッスン前までに上げます。仕事してるんだよ。違う。あれ、これ終わった後。これがね、もう早くやらなきゃ。やばい。やばい、そこゆめみもタグ付けしてくれてる。絶対パソコン持ってきた方が早い、この仕事。でも重いから、パソコン、スタッフさんのパソコン借りて作りたい。もはやね。もはや、もはやそれ。今日のハルピョン可愛い。いつもでしょう。
スペック落ちなら数万で買える。あ、買わなくていいのよ、家帰ればある。家帰ればあるんですけど、小池以外ね、私もびっくり。まあ、エリーが好きな曲だからなのかな、ちょっと誰が選んでるのか分かんないんだけどさ普通にね、普通にこういうの誰が選んでるかあんま分かってない。ちょ、日付後でいい。え、小池って曲あるの初めて知った。だって嘘だ、武道館かどっかで披露してたよ。最近 AKB ファンになったわけじゃないじゃん。違うんでしょ。でもなんか、それでは聞いてください。小池、てんてんてん、おーみたいな感じだったみんな。そう。エリーがまだ黒髪だった、黒髪だった頃かな、確か。ね、誰かのためにかと思ってたよ、うちは。違った。小池なんだと思った。やばい、小池って音しちゃった。いや、こう、あの、あれ調べ物しようとしたら小池って音しちゃった。間違えた。小池って打っても何も出てこない。
カレー癖になってるわけじゃないんです、これしか食べるものがないからこれを食べないと私は餓死する。行ってほしいでしょ、ハルピョンに。あ、間違えた。あー、間違えた。ペースト。あー、めんどくさい。めんどくさいからもう。これだけでいいや。わかるっしょ。わかって。正式名称書くのめんどい。わかる、絶対わかるから大丈夫。仕事中です。スタッフさんは分かってくれるでしょう明日はパソコン仕事。10年の付き合いのスタッフさんはいないです。うん。まあもちろん私よりも先にこの会社に入ってらっしゃるスタッフさんとかいらっしゃるけど、その時その私が入りたての時は全然 AKB とチームエイトは別物だったので、うん、そう、私よりも全然あのこの会社先輩はいますけど、あ、なめこ、ただ全然
え、聞いて、めっちゃ爪取れた。今日の公園で2個取れた。悲しい。でも初期のスタッフさんはみんなどこ行ったんだろう。たまにこのそれこそメンバーのその卒業とか8面の卒業とかの時に来てくださったりはするけど、してたけど、本当に頭おかしくなりそう、この食。オムライスとロータス。もうオムライスやめよう。申し訳ないけど辛すぎた。みずみんご飯食べに行くってさっき言ってたから一緒に行けばよかった。でも後輩4人ぐらい来てくれてたから私4人分おごんなきゃいけないってなるね。今お金足りないかも。いけないわ。全然いいんだけど、お金が足りない今普通に。お金を最近マジで使わない生活すぎて、お金足りない。誰かとご飯行くってなったら。この間とろろそば買ったぐらい。9時ぐらいになったら終わります。レッスン物欲。今はアップルウォッチが欲しい。今日知らん3人と仲良くなった。白ピンク振ってくれた。すごすぎん。何それ。コミュ力やば。マレーシアの時から言ってる。そう、ソニーでね。はず。マジではずい。やめて。喋らない。喋らないで。
2対2で3ハート、ありがとう。これで恥ずい。まあ詳しくはウィーバース。いつのウィーバースだあれは。5月、違う、7月207月後半のウィバースで見てください。てかさ、なんかとあるコメント、あ、お手紙か、お手紙、とあるお手紙を読んでて、わ、確かになって思ったのがなんかあるんですけど、あの私こうドラマの撮影あったじゃないですか。ドラマの撮影、ドラマにね出演させていただいていたじゃないですか。で本当にマジでみんなにはセリフないから、本当にセリフないから、もうとりあえずなんか今回はそのなんて言うんだろう、まあ、ドラマの雰囲気なんかちょっとでもねプラスにね捉えなきゃと思って、なんかドラマの雰囲気をつかめるように、ドラマってこういうものなんだなっていうのが分かるように、あのそういうなんか経験が詰める回というか、そういう日そういう瞬間にしたいと思っていますみたいな感じで言わせていただいたと思うんですけど、本当になんかいや普通に個人的にはそういう気持ちだったのよ。そうだってまあね、私今もう6話ですけど、6話ですけどみたいな感じでしょ、みんなからしたら。でも思ったのが、あのドラマに出演できてなかったら私はあのちゃんの電電電波出れてないわけじゃないですか。って思ったら、え、めっちゃ嬉しい、めっちゃなんか良かったなと思って。そうなんかあの時はすごくネガティブじゃないけど、なるべく頑張ってポジティブに捉えようっていう気持ちで、なんか無理してなんかドラマの雰囲気やとか言ってたけど、今考えたらあれがあったから、それこそ、あ、粗品さんにも覚えてもらえてるんだまだっていう気持ちにもなったし、そう、神セブンにも なれたし、2位、え、なんかよかったってなんか今思ったらね、そう思いました。本当にあ、うん、の時は極力ネガティブに、みんなにね、やっぱさ、みんなになんかせっかくさこうドラマオーディション、やっぱ落ちてるメンバーもそりゃオーディションってことは落ちてるメンバーもいるからさ、なんかせっかくこうして受からしてもらったのに、なんか全然ね出てこないじゃんみたいな感じで多分今もみんな思ってるとは思うんですけど、いや私もそりゃねっていう気持ちだけど、だからちょっとでもみんながなんか前向きにあのドラマを見れるようにそういう風に言い換えたのよ。でも今思えばありがたいチャンスだったなっていうか、ありがたい経験だったなって思います。
10年いてもね、やったことないことはいっぱいある。これからもね、そういうこともいっぱい経験していきたいなって思ってます。腰痛い、足上げてるからだよって思われそう。でも私これ足上げないと椅子座れなくてさ、やばい、もうすぐ9時だ。もうちょっとしたら行かなきゃ。パソコンじゃない。でもめっちゃ迷った。今さらの話するけど、じゃあもうちょっとさせてもうちょっとちょ、この話だけしたら終わるわ。なんだっけ、このオーディション受けるかめっちゃ迷った。私は普通にね、もちろん受けてない人もいたし、そう、まあそんな演技とかやったこと、舞台しかやったことないし、あの時の舞台も本当にもうなんか自分の感じでみたいな、ハッチも自分の感じでみたいな感じだったっていうのもあったりとかしたから、なんかそう全然あれだったんですけど、でもやっぱり せっかくのね、まあ、別に落とされる落とされないはどうこう関係なく、せっかくのチャンスだからっていう気持ちで、そう、それがやりたくないこととかだったらまあねって思うけど、別に私自身ドラマがすごく好きだったし、ドラマ見ることがね、演技もやっぱ舞台とか、もともと女優さんになることがすごく私の中での夢だったから、やってみようって思って、オーディション受けます、お願いしますってマネージャーさんに連絡して、でも今は受けてみてよかったなと思ってます。受かってよかったなって思ってます。やばい、それではそろそろ私もレッスンがあるので、この後、まあ、頑張るよということで、ちょっとご飯に関しては辛かったのですが、本当に3日間公演ありがとうございました。あ、今日もらったプレゼント今ここで開封すればよかった。まあいいや、また明日か明後日とかにやりますということで、それではありがとうございました。レッスン頑張ってきます。この
パソコンカタカタも頑張ります。それではまたね、ありがとう、行ってきます。あ、ランキングね、1位鉄道ネイトさん、2位哲也さん、3位サプライズレバーさん、4位トラックヤローさん、5位ギャローさん、6位ネバーストップさん、7位ともゆきさん、8位マックミックさん、9位おまめさん、10位中田さん、11位ばんぼしさん、12位しりょうさん、13位バトウキドウさん、ありがとう、ごめんね、さっさとさっさって感じでごめんね。それではおやすみ、バイバイ、またねー。